リフトマンはやめておきなさい。こちら、アジアラジオ時間です。はい。今日はちょっと、まあ、僕が今、サラリーマンをしておるんですけど、このサラリーマンで、まあ、言うたらリフトマンのね、まあ、会社とか、まあ、仕事をしてるんですけど、まあ、それでちょっと思ったことを今日は喋っていこうかなと思います。はい。僕のチャンネルはですね、もう、結構どうでもいい、軽貨物の話とか、ちょっと下ネタ系とか、僕のひたすら、まあ、言うたら愚痴をね、喋るチャンネルになっているので、よかったら、むちゃくちゃ暇な方はね、こうやって聞き流していただいたらいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。あと、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけたら、むちゃくちゃ、グッドボタンとか、もう時間もお金もかからないんで、押していただけたら、すごいやる気に出るので、よろしくお願いします。はい、ということで。あとね、軽貨物やられてる方で、これからやろうっていう方は、概要欄にノートも貼ってますので、よろしくお願いします。はい。という、どうでもいい宣伝を兼ねましてね。まあ、今日も、愚痴ですね。まあ、基本僕、愚痴なんですよね。今僕、自分のチャンネルをこう、なんか紹介しましたけど、俺のチャンネルってどんなチャンネルなんやろなって今ちょっと言いながら考えましたけど、まあ、基本愚痴ですよね。こんな基本愚痴の僕の動画を登録していただいて、そして見ていただける方っていうほんまにむちゃくちゃ優しいなと思って、なんというかもう神様みたいなね、感じで、よう僕の愚痴を聞いてくれるなと思って、いつもありがとうございますということで、今日は、僕、さっきも言いましたけど、まあ、言うたらね、まあ、その倉庫の、仕事をね、まあ、受け負ってるわけですよ。まあ、僕っていうか僕の社長がね、受け負ってて僕はそこの一従業員なんですけど、で、まあ、なんだろう、いろいろまあそういう管理とかね、なんかまあそういうめんどくさいことを、まあ、社長がやるのがめんどくさいからただ単に僕に振られてるだけだと思うんですけど、僕がそういうのやってて、で、いろいろな面接とかもね、まあそういうのもちょいちょいやらせていただいてるんですよ。で、なんだろう、この、全然言うたら社員がね、来ないんですよ。で、まあその、来ない理由って、まあいろいろな理由があるんです。まあ今日の給料面とかね、まあその、仕事内容とかいろいろあるんですけど、で、まあそういう、なんだろう、まあ、なんかその、運送業っていうかね、まあそういう運送会社のトラックとか来て、まあ言ったら積み込みとかね、いろいろやるわけじゃないですか。ほんで、いろんな近所のその、業者の掛け合いの、そういう関係とかでいろんな運送会社さん、近所にある運送会社さんとか、まあそういうところとこのコミュニケーションを取りながら、ネットワークを取りながらね、まあそのピンチな時は業者の掛け合いとか、まあそういうのがあって、で、いろいろネットワークを広げるためにいろいろこのお邪魔をするわけですよね。で、いろいろその、もうどうやろ、20社とか30社とか、もうちょっとわかんないですけど、まあ本当にいろんな運送会社さんを見に行かせていただきまして、んで、まあ、その、まあ、運送会社さんによっては中でね、その、倉庫みたいな、結構広い倉庫とかあったりとか、まあ、そういう大手の、そういうところとかもね、結構いろいろ見に行かしてもらったり、で、まあ、してるんですけど、で、まあ、そこ行くとね、やっぱそのリフトマンの方と、まあ、絶対に出会うわけじゃないですか。んで、そのリフトマンの方と、まあ、そういう、まあ、挨拶とかね、まあ、するんですけど、やっぱりね、まあ、これ、こっからま、僕の愚痴なんで、あくまで。僕のあくまで愚痴だと思って聞いてほしいんですけど、ほんまに、なんだろう、その、なんだろう、もうほんまに、あれですよ、むっちゃ言い方悪いですけど、こう、ちょっと、個人でやられてる、柄の悪いと言いますかね。言葉を選ぼう。言葉を選びますけど、イケイケな感じの、その、個人のね、やられてるイケイケな感じの経営者さん、が、いるね。会社というのはですね。リフトマンも、こう、なんだ、そこの従業員の皆さんが、こう、なんつうかな、こう、言葉を選ぶと、こう、イケイケな感じと言いますかね。まあ、職人と言いますか。こう、挨拶してもね、まあ、帰ってこないんですよ。で、なんかこう、ね、こう、リフトとか作業されてても、このヘルメットとか被ってへんとかね、靴とか見ても、このサンダルとか履かれてる方いるんですよ。倉庫ですよ。倉庫の仕事でリフト乗ってて、サンダルですよ。まあ、普通っていうか、普通が僕そんな経験ないんでわかんないですけど、僕らの会社とかだったら絶対に安全靴で、絶対にヘルメットはもう
中で作業するんやったらもう絶対被ってんとダメなんですよ。でも絶対そのリフト作業とかやったらもう、あのヘルメットも絶対被らなあかんとかね。まあそういうのなんですけど、そのすごいこの個人マリというか個人でやられてるところで、その倉庫とか、まあ見させてもらったら、そんな大きい倉庫じゃないんですけどね、個人でやられてるで。で、こう見させてもらっていろいろ参考になるかなと思って、この行ったらやっぱりそのサンダルとかね、ほんまにそういうの履いて、でヘルメットも被ってへんとかね、でなんやったらタバコを吸いながらそのリフトを運転してるとかね、こうあるんですよ。んでちょっとどうなんかなと思って、でまあさすが言わないんですよ。さすが言わない、僕言うたら外部の人間なんで言わないんですけど、言うてもね、僕言うたらお客さんとして行ってるわけなんですよ。会社にね、お客さん、僕が、その、言うたらまあ、お客さんの立場として行ってて、言うたらまあ、僕がお金を払うような仕事を、こう、いろいろその契約とか、まあなんかいろいろあるんですけど、それでね、こう言うたらなんか、僕は言うたらこう、接待をされるじゃないですか。僕がお客さんの立場として僕らの会社に何人か行ってるのに、お客さんが来てるそのお客さんの前でですよ。タバコを吸いながらヘルメットも被らずに、サンダルを履いてリフトを運転してるとか、そんな会社にですよ。何の仕事をこっちが頼む気になんねんみたいな話になるじゃないですか。で、この、どうなんみたいな。やっぱりね、その、運送会社さんによったら、やっぱりその大手になればなるほど、きっちりしてると言いますか。まあもちろんその挨拶したら、まあ当然、あ、こんにちはとか、こっちから挨拶せんでも、この向こうから気づいたら、あ、こんにちはとか、言葉にせんでもね、こうせめて頭を下げてくれたりとかね、通りすがりとかね、そういう時は、こう、リフトで通られる時も頭を下げて通られるとか、その大手になればなるほどと言いますか。まあ、ちゃんとした人がね、いるというか、ね、まあ言い方悪いですけど、で、ほんまにそういう、その挨拶せえへんとか、その、ヘルメットをかぶってへん、靴も、その、安全靴とは絶対に履けとは言わんけど、せめて、サンダルとかね、そんなん論外やし、もうちゃんと身なりもちゃんとしてるとか、そういう会社って、その、いろいろ見させてもらいましたけど、7割。かなって思うんですよね。で、残りの3割はほんまにそういう、ほんまにひどいとこはさっき言ったようなところはほんまにちょっとやばすぎますけど、でもまあヘルメット被ってへんとかね。まあそういう、まあ、絶対被れとは言わんけど、でも普通は被るやろと思うんですけどね。まあそういうなんか多くて、だからそういう会社もいっぱいあるんやな。で、そういう会社が、結構求人を出したりしてるんですよ。で、まあ、やっぱりその個人でやられてる、さっきも言ったね、その個人でやられてる、まあ、ヘルメット被ってへん、サンダルでタバコ吸いながらリフトを運転してやるようなところも求人出してやるんですけど、この求人をね、この見させてもらったら、結構いいこととか書いてあったりしてね、求人はむちゃくちゃいいこと書いてあるんですよ。すごいこの、大手にも負けないような、その、いろいろ福利厚生が良くてとかね、休みも多くて、給料も高くてとか、ね、すごいこの会社なんで、アットホームで、すごい真面目にやってますみたいなね、すごいこの求人もいろいろいいこと書いてて。で、なんか結構その、求人どうなんですかみたいな、こう、聞いてもね、いや、もうすぐよ、面接来るよとかね、言われるんですけど、いや、ほら、まあ、求人表見して、求人表だけを見たら、ほら、まあいっぱいその募集くんやろなみたいな内容なんですけど、実際の中身ってひどいなと思って、いやもうこういう、なんだろうな、そういう会社さんって結構多くて、だからなんか、リフトマン、いやこんなとこ行ったらあかんでと思ってね。でもそれね、まあほんまに、まあ工場見学とかさせていただいたら、工場とかこの会社見学とかね、させていただいたらね、まあわかるかもしれんすけど、そういう会社見学せずにね、面接だけして、じゃあありがとうございましたみたいな帰って後日採用つって、採用されて行ったと思ったらもう周りがすごいこの、まあ、柄悪いと、イケイケな感情ばっかでね、ほんでな、仕事中はそうやってタバコ吸ってるとか、だって周りね、段ボールとかあるんですよ。段ボールとかあんのに、タバコを吸いながらね、そのピッキングっていうか荷物を持ったりしてあるんですよ。加えタバコをしながら段ボールの箱をね、持ったりしてあるんですよ。いや、下手しい、これ焦げるやんと思うじゃないですか。そんなのね、普通にしてて、で、俺らがいるんですよ。僕と、他にも従業員とかいて、で、それを、営業の子とかいるんですけど、その子らと僕とか一緒に行ってね、お客さんとして行ってるのにも関わらずね、そんなんいて、ほんで、なおかつこっちから挨拶してるんですよ、こんにちは、みたいな。ほんで、無視ですよ。はぁって思うじゃないですか。なんだこの会社みたいな。あんな会社普通にあるんで、
で、まあそういう人がリストマンしてあるんでね。だからまあ、ほんまにクソやな、みたいな。まあ言うて悪いけど、言うて悪いけど、マジこの会社クソやなと思って。んでまあそういうところはね、実際あるんで。ほんで、まあやっぱそれ入ってみなわからんすけど、でもまあリフトマンってね、ほんまになんだろう、立場的に、ちょっとどうなんだろうなって思うところもあって、なんかその、まあ会社さんによったら、そのリフトマンって言うたらね、まあこのリフトを乗ってて、この会社の、なんだろう、その、僕もこれまた、見に行った時に、他の会社でこの積み下ろしをね、してある、時にちょうどたまたま何見に行かしてもらったんですけど、じゃあそのリフトマンに対する、その当たりっていう、このドライバーさんが、まあ、このリフトマンに対するその当たりっていうのがね、もうすごくて、もうパワハラとかそんなレベルじゃなくて、なんかもう、はよおろせやとか、はよ持ってこいや、みたいな、なんか、まあ、同じ社内の、同じ会社の、あれなんですけど、で、リフトマンも同じ会社で、ドライバーさんも同じ会社で、同じ会社やからこそかもしれないですけど、でもドライバーさんの方がなんかまあ、偉いというか、なんかそんな感じなんですよね。なんか知らんけど。まあ、で、リフトマンは下みたいな、そういうところの会社って結構あって、で、まあ、ドライバーの方がやっぱ偉いみたいな感じで、まあ、リフトマンを結構その、この、下にすごい見てて、だからもう、すごい暴言というか、もうすごいんですよ。ほんまに俺昔、佐川急便で働いてましたけど、この時を思い出すかのような、なんかすごいパワハラというか、なんかもう、早しろみたいな、お前ほんま使えへんな、みたいなとか、もう、の、俺を叫んであるんですよね。で、すごくて。で、まあ、なんやろ、なんかそういう会社も結構あったりして、だからそのリフトマンに対する扱いっていうかね、なんかそういうのも結構なんかひどかったりするんで、だからまあ求人ってね、結構多いんですよ。僕の周りの近所の方でもこういろいろ見させてもらってるけど、その求人っていうのは結構目を通させてもらってるんですけど、ね、いろいろ参考になるかなと思って。で、やっぱ多いんですよね。その運送会社さんの方の求人とか、そういう倉庫関係の、まあリフトマンっていうのはすごく多くて、まあいろいろ見させてもらってるんですけど、でも実際入ったらね、こういう風にすごいこのストレス溜まるようなことばっかり言われるし、んで、まあ、すごい、忙しいというかね、なんかこの、まあ、サービス残業多いとこも実際結構あったりして、で、まあ、そういうのもあるし、給料自体もね、なんだろう、その、まあ、俺も会社によるんですけど、でも、まあ、どうなる、僕らの、まあ、近所っていうか、近くで考えると、まあ、基本給で言ったら、まあ、だいたい20万前後とか、まあ、年齢結構ね、関係ないんですよね。あんまり経験とか、そういうのも、あんまりそんな考慮されずに、だいたい基本給、まあ、20代であろうが、まあ、40代、50代であろうが、まあ、皆さんだいたい20万前後でスタートみたいなね、感じなんで、まあ、それがいいか悪いかわかんないですけど、でも、そんなに多分良くないんですよね。で、まあ、20万ぐらいしかもらえへんのに、まあ、その、ストレスっていうかね、そんだけすごいバカにされるし、で、積み込みとか遅かったら、その、すごい言われるし、んで、その破損とかもあったら、そのホルモン、まあ会社によるんですけど、でも結構実費とか、そういうとこもね、結構あるんですよね。破損したら、その人が買い取るみたいな。リフトマン、壊したリフトマンがもう給料から転引きされるみたいな。で、それも、そのパレット単位で、破損とかしてしまったら、すごい額なんです。ほんまに、数ヶ月給料ないんちゃうぐらいの、ことになってしまうんで、そんなもうやってられないじゃないですか。早くしろ、早くしろって言われてね。で、早く持ってって、ほんで、破損したら、全部お前実費な、みたいなね。そんなもうやってられへんし、何のために働いてんのってなるから、だからもう、リフトマンの仕事って、正直、結構溢れてるんですよ。もう結構多いし、言うたら年齢関係ないみたいな、リフトさえ乗れたら、別に年齢関係ないし、誰でもできるし、みたいなね。そういうのあったりとか、あと結構派遣のそういう募集とかでも、結構リフトマンって、時給が高かったりするんですよね。普通のそのピッキングの作業員やったら、まあ、時給1000円やけど、派遣で、そのリフトマンやったら1300円とかね。結構時給も良かったりして、結構リフトマンっていうのはその、それなりに、まあ需要があって、人気な、あれでね、結構いいかなと思うんですけど、でも中身はね、結構ひどかったりするんで、ほんまに僕はあんまり、なんだろう、おすすめしないというか、ほんまに、いや、でも正直僕らの会社のリフトマンって結構いいと思うんですよ。他の、いろいろ見させてもらってる中で、僕らの会社ってほんまにちゃんとしてるというか、
あの、ちゃんとしてるなって思いましたもん。ほんまになんか、あの、してるんかわからんけど、まあちゃんとね、あの、当たり前のことは当たり前にしてるというか、まあヘルメットももちろんそうです。まあ身なりも、あの、ちゃんとしてますし、んで、なんやろ、この、変な人がいい品というかね、そんな横暴な人も別にいい品し、早くしろとか、なんかそんなもないし、結構ちゃんとしてるんじゃないかなと思うんですけど、それでもやっぱ全然募集が来ないっていうのはなんでなんやろと思って、よくわかんないですけど、まあ給料面、かなと思うんですけど、給料はあんまり良くないんですよ、正直。リフトマンって正直ね、あんまりそんな良くないんで、まあそんな変かなと思うんですけど、だからまあこれからちょっといろいろ転職を考えてらっしゃる方でね、まあリフトマンいろいろ溢れてるし、求人まあやろうかなと思われてる方はいるかもしれないですけど、あんまり僕はおすすめしないですね。求人をかけといてなんなんですけど、正直リフトマンあんまり、まあでもいい会社っていっぱいあると思うんですけど、でもだからやるならほんまによく調べた方がいいですね。会社見学っていうか、それは絶対にした方がいい。実際に会社を見学してみて、で、まあ、さっき言ったね、そういう、なんだろう、どういう会社かみたいなのはね、実際に他のリフトマンの、方を見てみて、ほんまにヘルメットかぶってへんとか、サンダルとかね、なんかもう、タバコを吸いながら運転してるとかね、ほんまにあるんだよ、そういうとこ。だからまあ、ほんまにそういうところじゃないかとか、なんかほんまにちゃんと常識があるというか、そういうなんかっていうのはちゃんと会社を見学して、結構よりそういう運送系の会社って、この、やんちゃと言いますかね、このイケイケな感じのまま運送の仕事をして、で、そのまま、年だけ取ったみたいなね、人がね、まあ言い方悪いですけど、ほんまになんか、昔高校の時やんちゃしてて、で、そのまま社会人になって、歳だけ取った40代、50代の人とかが、結構いたりとかね、まあまあ、するんで、んで、すごい、こう、なんか暴言とかもね、すごかったりとかするんでね。だからそういうのは、やっぱりその、リフトマンで結構なんか、で、立場的になんかこう、下に見られちゃうこともあるんで、まあどうなんやろな、みたいな。あんまり僕は転職でリフトマンっていうのはおすすめしないかなと思うんですけど、でもいいとこ、いい、そのリフトマンの会社っていうの結構いっぱいあるんで、まあ、僕はそんなにおすすめしないんですけど、ほんまやるならよく見て、ほんまにいいとこあるんで、行くならいいとこ選んでほしいなと思います。はい。まあ、愚痴なんですけどね、言うたら。そういう会社を、見てきたんですよ。ほんまに、これ会社なんみたいな、これが仕事なんみたいなね、さっき言ったんだってね、ほんまに加えタバコをしながら、ピッキングしたの荷物をこうやって持ってあるんですよ。いや、もうつくやんみたいなね、燃えるやんと思うじゃないですか。ほんでそれを見てる社長、その会社の社長さんとか俺の横にいて、一緒にその会社をこのぐるっとね、倉庫内見させてもらってるんですけど、何も言わらないんですよ。もうこう当たり前かのようにね、何も言わらなくて、で、なんなんと思って、やばないこの会社と思って、会社じゃないやん、もはや。なんか、んで、もう、床とかめっちゃ汚いんですよ。なんか、なんやろ、タバコの灰なんかな、ほこりなんか、あれも火事なんでと思って。で、なんやったら、この端っこの方に吸い殻とかありますし、吸い殻ってか、タバコ吸った後、そういうのもいっぱいあったりとか、なんか、やばいでしょ、掃除しろやと思うし。ね、そんなんやのに仕事をくれみたいなね、この言ってきあるんですけど、いやいや、絶対渡さんやろみたいな。こんなとこに絶対頼まんやろと思って。だからまあ、何やろ、なんかまあでもイケイケな感じなんですよね、こう喋ってても。この社長さんは、すごいこの、ね、まあ体中におそらくそういう入れ墨みたいなのがね、こう入ってる、多分そういう反射みたいなのとつながりあんのかなっていう、ような感じなんですよ。イケイケな感じでね。なんで、従業員の人らもこう見た感じ、こう、あ、まあなんかちょっとそっち系じゃないんかな、みたいな、そっち系と繋がってるんじゃないかな、みたいな、感じなんですよ。そんな中ね、全然何も知らん。求人だけ見たらむっちゃすごい真面目そうな会社なんですよ。で、行って、すごい真面目な子が行って、で、実際入社になって、パッて見たら、えってなって、こんなん、組事務所やん、みたいな。会社じゃないやみたいな、仇じゃないやみたいなって、え、僕ちょっとこれちょっと無理ですよっつって、やめますっつったら、何言われるかわからないんです。お前どういうことやねん、お前
お前やるっつったからお前来たんちゃうんけみたいに言われて、このなんか変にね、なんか揉める可能性も全然ありそうな会社やし、いやでもこれ事務所ですやんみたいなね。お前それやのに辞めるってどういうことやみたいな、なんかめんどくさいことにもなりそうやし。だからなんか怖っと思って。でも他の会社ではね、そのリフトマンがすごいこの下に見られてて、早しろとか早持ってこいとか、なんかトロいなとか、なんかいろいろすごい怒鳴られててね。なんかそういうのもあったりするし、どうなんやろなみたいな。でも僕らの会社はほんまにリフトマン結構いいと思うんで、だからほんまに会社によるんやろなと思うんですけど、だからまあでも求人は溢れてるんで、だからそのほんまに仕事がない方、全然見つからへんっていう方は、結構そのリフトマンとかはね、まあリフトなんか言うたら免許さえ、免許なんかすぐ取りに行けるじゃないですか。で、免許あって、で、リフト乗り始めたらほんまに、まあ、言うたら誰でもすぐ乗れると思うんで、だからまあね、結構リフトマンって、で、しかも年齢関係なく結構需要はあったりするんで、それなりに求人は仕事はね、すぐ見つかるかなと思うんで、まあ需要はあるかなと思うんですけど、ほんまに変なとこ行ったらそんな感じなんで、ほんまによく会社をよく見て、よく調べて行った方がいいと思うんで、トラブルになる前にね、行った方がいいと思うんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、すいません。今日も、愚痴です。はい、いろいろなんか、いろいろ思うことがあったんで、そうやって見てね。これで言うたら一緒のような仕事をしてるわけじゃないですか。ピッキングして、積み込みして。で、片やね、こんなんしてね、タバコ吸いながらしてとか、もうそんなんどうなんと思ってね。だからもうそれで愚痴させていただきました。まあ他にもちょっと、いろいろストレス溜まってるんで、ほんまにいろんな愚痴ですわね。ほんまに会社に対する愚痴が半端なくて、まあそういうのもちょっといろいろ聞いてほしいなと思って、また動画にしていきたいなと思いますので、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタンと、あと、経過物これからやろうかなみたいな方にとって、どうやって稼ぐのっていうノートもね、販売してますので、ぜひ、よろしくお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。